こんにちは、たかさん。今回はですね、えー、気になる男の25話は、2つに分割してお届けしようかと思います。まあ、題してですね、気になる男25話の1。そして、この動画が終わった後もう1本撮りますんで、別撮りでね、これはあ25話の2ということにしたいと思います。2本に分けてお届けするのでちょっと訳があります。まあ、その訳っていうのは単純で、まあ、タさんの動画を今ね、拝見して半分になるんですよ。ここまででもうアウトプットしないといけないことが結構出てきましたんでね、 そこでまず一旦、えー、動画のこのアウトプットをさせていただいてパート1としてですね後半の方はこの動画を撮影し終わった後にもう一回撮ろうかと思っておりますよろしくお願いしますえっ、ー、とね単純にお金持ちになりたい時って毎日お金を稼ぎに行けばいいわけでしょで金がなくて困ってる人って多分今日稼いでないんですよ昨日も稼いでないんですよ明日も稼がないんですよそれお金なくなりますよねいや高校生がアルバイトしても 夏休みに月10万って別に珍しくないんでそのぐらいのことをやればとりあえずお金に困ることってないんじゃないかなと思うんですよいやもっともっとお金使いたいって言うんだったらまあ稼ぎ方を変えればいい話なんですよねでその稼ぎ方を一番最初に学べるのが親や学校やあ周りの人ってことになりますけども何ででも身につかないのかそれは聞かないからなんですよだって月収100万稼ぎたいですって人に聞いたことあります多分聞いてないんですよで聞くと 月収100万はなかなかかかねっっていう人ばかりだと思うんですよ。だったら答えてくれる人のところに求めていけばいいだけでしょ。うん、まあそこだけじゃないんですけども結局ね単純なことなんですよ。金を稼ごうと思ったらお金のことをずっと考えておけばお金に関することはどんどんスキルアップするんですよね。で本をずっと読み続ければ頭は賢くなるんですよ。でずっとサボればサボるのが上手になるんですよ。だから何を 自分はやり続けてきたのかなっていうことと自分の人生を振り返った時に何をやらなかったからこうなっちゃったのかなってことを、まあ、よく思い出すことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、お金のことだけじゃなくて体力をつけようと思ったら体力をつけるための方法ってもう別にあるわけじゃないですかそれをずっとやればいいだけなんですよねそしたらアスリートとまでいかなくても人並み以上の体力は身につくんですよ。ででもやらないんですよねで 世の中にインターネットってものが始まってからますます知恵や情報とかノウハウっての溢あふれるようになったんですけどもそれをね聞きかじることはするんですよみんなでもあなたやりましたって言ったらやらないんですよいや不思議ですよねだってクイズの答えはすでに全部出てるのにそこに向かわないわけですからでそういう人ばかりなんで結局は情報があってもやらない人ばかりなんでちょっと頑張ったらまあ高みに立てるのはこれは当たり前のことなんですよね考えてみたら 小学校、中学校、高校の勉強だって別にやればね成績優秀になるわけじゃないですか。で、やらないんですよね。で、人生有利に進めようと思ったら有名大学に行けばとりあえずブランド大学に行けばいいわけでしょ。でもいろんな理由つけてやらないんですよ。やれば単純なんですよ。東大、京大行ってなんか困ることありますかって言ったら別にね。ないわけですよ。誰も邪魔しないんですよ。でも自分で行かないんですよね。まあ東大、京大じゃなくてもいいですよ。とりあえず4大に行ってそこそこ名の通ったところに行けば、そのブランド力だけで 就職が突破でできるんですよまあ有名大学で就職に失敗した人っていうのもいますけどもそれは勉強以外の面でちょっとね会社に合わなかったところがありますよでも基本的にはそれは例外中の例外なんですよねだってこう会社にも人が採用するわけですから会社員として欲しい人になればいいわけなんですよじゃあどんな人を欲しがっているのかそれは会社に試験受けに行く前にね面接行く前に聞けばいいんですよ 電話をかけて人事の人に「すみません入社したいんですけども面接でいろいろ答えたいんですけども僕はどんな人間だったら採用してくれます?」って答えを聞けば教えてくれますよであなたには無理だねって言ったらそこ受けなければいいわけでしょでもこういうふうに答えを持っている人に聞かないんですよね多くの人はで聞かずにまあ多分今だったらインターネットのわけのわかんない人のアドバイスを当てにするんですよいやこれじゃうまくいかないと思いますようん やっぱしかるべき人に回答を持ってる人に聞くとかねすでにそれを成し遂げた人に学んでいくとかっていうのは非常に単純な話なのかなと思いますさあそれでタカさんからメッセージ頂い,いた第24話あのお金持ちの定義ってありましたよねでその中で多くの人が感じてらっしゃるのはお金持ちの定義って人それぞれだよねっていう言葉がありました多分そうなんでしょうでもここで2つに分かれるんですよお金持ちの定義は人それぞれ だから考えてもしょうがないって言って考えない人と人それぞれってことは自分が定義してみようっていうふうに考える人とねじゃあお金持ちって1億円あったら金持ちですか平凡なサラリーマンでも生涯で3億円稼ぐんですよってことは3億円は金持ちじゃないって分かりますよねじゃあ5億だと子供にちょっと何かを残せるかなと思うんですよでも馬車馬のように75歳まで働いて5億です金持ちですかねこれ どううなんでしょうかねそう考えていくと金持ちっていう定義っていうのは私なりに考えるとねまあ少なくとも10億ぐらいが30代ぐらいで達成すれば金持ちになるのかなと思います70代で金持ちになっても確かに金持ちだけどもなかなかね人生っていうのは金持ちとして生きてる時間っていうのが短くなっちゃいますからね、まあ、そう考えるとどのぐらい自分が遅れてるかってことはお互い分かると思いますしじゃあ 3億円稼ぎましたって言っても、いや、普通の会社員でしょ、それって。<laughs> 終わりなんですよね。でも、世の中には、お金のことばっかり言ってあれなんですけどね、あの、年収300万で、安穏としてる人もいるんですよ。年収300万って10年間で3000万、30年で1億円に満たないんですよ。これ、どうやって生きていくんですかね、これ。現実無理でしょ、これ。いや、切り詰めて我慢すれば生きていけますよ。でも、人生って切り詰めて我慢するのが人生なんでしょうか。 もちろん状況的にしょうがない人はいます。でも、先ほどお話したように、ずっと稼ぎ続ければ稼げるし、勉強すれば頭が良くなるし、おしゃべりが上手になるためにはしゃべり続ければいいし、で洗練された人と出会えば、洗練された人になっていくしっていうふうな答えがいっぱい落ちてるわけなんですよね。まあ特に手元には今はスマホなんて便利なものがあって、回答を探せばたどり着くんですよ。どんな回答かっていうと、 やるしかないってことですよね。日々やるしかないと。一番時間をかけたもののプロになるってことなんですよ。だからね、あれこれ遊んでる暇はないんですよね。一個のことを、大事なことをやれば、大事な人になれるわけなんですよ。ただそれだけなんじゃないかなと思います。まあ、これ恋愛に例えるとね、ハッとすることが多いと思いますけども、3人とか4人掛け持ちで恋愛していて、一番思いを込められる人っていうのは、やっぱりなかなか見つからないんですよ。分散しちゃいますからね。 それははやっっぱり誰誰かかかとと会会てる間は誰かと会いませんから。だから浮気っていうのは非効率的なんですよでも一人の人に絞って極端な話その人以外にはもうね異性に合わないってことしたらいやむちゃくちゃ気づくこととか相手に対しても自分に対してもすごい進化すると思うんですよねだから選択と集中って昔から言いますけどもこれに決めて突っ走ればそれのプロになるでしょうってことなんですよで逆に一生懸命このことだけをやってるのにプロになれないとしたらそれは向いてないってことなんですよね そうとしか考えられませんよね。だって私がねバスケをずっとやっててバスケが上手にならなかったらそれはどう思われるかっていうと向いてないって言われて終わりですよねマーケットが求めていない誰もファンは喜ばないってことですでもバスケはダメだったけども例えば格闘技で事を成すとしたらね私の体格とか骨格とか精神力っていうのは格闘技向けだったのかもしれませんし時代がなんかね私を格闘技の選手として選んだのかもしれませんつまり バスケだったら流行っていて競合が多いけども格闘技はマイナースポーツで大して強い人が育たない時代だってこともあるんですよだからむくむかないっていうのが決まるんですよねこれ運とか感覚じゃなくて現実があるんですよ流行ってるマーケットってトップクラスになるの難しいんですけどもまあ例えばそうですねうん,なんかすごくマイナーなスポーツがね例えば日本でフェンシングとか言って書いてむちゃくちゃマイナーだと思うんですよ それはねサッカーの一流選手になるよりもフェンシングの一流選手になる方が簡単なような気がしますけどねどうですかねやっぱり選手人口が少ない方少ない方に行ったらなんか頂点に立つのは非常に楽なんじゃないかなと思うんですよそういうふうな逆張りをしないといけないのになぜかみんながやってるものとか流行ってるものとか情報が多いものに飛び込んじゃうんですよね逆なんですよね流行ってないものに行った方がそのマーケットを掌握できるってことなんですけどねまあそういうようなことをいろいろ考えているわけなんですけどもさあそれじゃあね 次のフェーズに話を移していきます。どれだけお金があれば幸せになれるかっていう、こんなキーワードも出てきました。私はこれに対してね、逆にお金がない場合は、何をもって幸せに自分をするのかっていう風な考え方です。お金が全然ないけど幸せになる方法。何もなければ、なかなか幸せにはなれませんし、幸せにすることはできないと思いますけども、じゃあお金がないけどもね、知恵とか知識とか賢さがある人、どうですかね。 幸せにななるための方法を編み出すすんじゃないですかねお金がなくてもそれから体力パワー精神力バイタリティこういうのがある人はこれはこれでね幸せを突き詰めると思うんですよもう脳みそ筋肉みたいな感じでねその世界で君臨するんじゃないですかスーパーアスリートみたいな感じで確かに数学もダメ歴史もダメ勉強ダメだけども体を使わせたら一流だよみたいなねそれも幸せになる方法だと思うんですよあとははね、何もない人は 金を稼ぐっていう平等なところでとりあえずお金がたくさんあるとなぜか幸せを買うことができるんですよね、まあ、そういった幸せのなり方もあるのかなっていうのが一つ目のパターン二つ目のパターンはね言ったじゃないですか人間には四つの要素があるということでこれはコンテンツ発信の材料でもあるんですけども仕事、お金、健康、恋愛、この四つのセクションのうちどれかを突き詰めると自分の持ち味になるってことですうーんそうなるとね お金に関して弱点をたくさん持っていても、仕事が上手だったらどうでしょうかね。恋愛が上手だったら、人間関係が上手だったら、健康面で優れていたら、多分どれをとっても幸せになることはできるんじゃないかなと思います。だから全部が揃わなくてもいいんですよ。一点突破で突出してるのも、幸せを、まあ、体感する方法なんじゃないかなと思いますね。まあ、こういう風うに前半では感じましたんで、一旦ここまでにさせていただきます。それではパート2もよろしくお願いします。